満州民族の衣装を着たバードイザベラ・ルーシー・バード10月15日から1904年10月7日は19世紀の大英帝国の旅行家、探検家、気候作家、写真家、ナチュラリスト。ファニー・ジェーン・バトラーと共同でインドのジャンム・カシミール州シュリーナガルにジョン・ビショップ記念病院を設立した。バードは女性として最初に英国地理学会特別会員に選出された。 1881年に妹の G であったジョン・ビショップと結婚し、イザベラ・バード・ビショップ、ビショップ夫人とも称された。1831年10月15日、イギリス・ヨークシャーで牧師の二人姉妹の長女として生まれる。妹の名はヘンリエッタ。宗教色の強い中流家庭で育った。幼少時に病弱で、時には北米まで天地療養したことがきっかけとなり、 生じて、旅に憧れるようになる。アメリカやカナダを旅し、1856年、ザ・イングリッシュマン・イン・アメリカを書いた。1857年に父親を亡くし、母親と妹と共に、エジンバラに転居。その後、ビクトリアン・レディ・トラベラーとして、世界中を旅した。サンドイッチ諸島での6ヶ月、ロッキー山脈における、ある婦人の生活を表す。 英国数密院の養殖を務めるジョン・フランシス・キャンベルの私の周遊記入八1876を読んで、バードも世界旅行を思い立った。キャンベルが日本で世話になった明治政府親とい外国人のコリン・アレクサンダー、マクベイン夫妻が帰国し、1876年から1878年までにエジンバラで生活していたことから、バードは頻繁に夫妻を訪れ、 日本の情報を集めた。キャンベルは女性の一人旅に否定的であったが、マクベインは日本の知人、友人を紹介するなど、旅行の助言や便利を提供。バードはキャンベルの旅行とは逆の経路を通り、4月9日にヨーロッパ大陸を経由して日本に向かった。1878年6月から9月にかけて通訳拳銃者として雇った。 伊藤鶴吉を友とし、東京を起点に、日光から新潟県へ抜け、日本海側から北海道に至る北日本を旅した。多くの皇帝は、伊藤と二人での旅だったが、ところどころで、現地ガイドなどを伴うこともあった。また10月から神戸、京都、伊勢、大阪を訪ねている。これらの体験を、1880年、ウンベアテントラックスインジャパン2巻にまとめた。 1> 第1巻は北日本旅行記、第2巻は関西方面の記録である。この中で英国講師、ハリー・パークス、後に明治学院を設立するヘボン博士、同志社のジェイリー・デイビスと新島夫妻らを訪問。面会した記述も含まれている。1881年にピショップ博士と結婚。その後、1885年に関西旅行の記述。 その他を省略した普及版が出版される。本書は明治期の外来人の視点を通して日本を知る貴重な文献である。特にアイヌの生活ぶりや風俗についてはまだアイヌ文化の研究が本格化する前の明治時代初期の状況をつまびらかに紹介したほぼ唯一の文献である。1886年に夫が死去。 医療伝道を目的に1889年より、インドからペルシャ、チベットへ旅する。1893年、世界各地の変地旅行記の出版などの功績が認められて、ビクトリア女王に越見英国地理学会特別会員となる。1894年、カナダ経由で、新国、日本、朝鮮を旅し、1897年までに、4度に渡り、 末期の李氏朝鮮を訪れ、1898年に旅行記コリアハーネーバーズを、翌1899年に中国奥地機構を出版した。ディーン墓地のイザベラバードの母碑1901年には、半年間モロッコを旅し、中国への再度の旅行を計画していたが、1904年に73歳の誕生日を前にして、エディンバラで死去した。 同地のリーン墓地に埋葬されている。1878年6月から9月にかけ、日本奥地機構は執筆され、1880年に、ウンベアテントラックスインジャパンとして刊行された。冒頭の橋垣では、全皇帝を踏破したヨーロッパ人はこれまでに一人もいなかったと記し、また、西洋人のよく出かけるところは、 日光を例外として詳しくは述べなかったと知るし、この気候が既存の日本旅行機とは正確をことにすることを明言している。栃木県三部町から鹿沼市の日光杉並木に至る霊平市街道では、よく手入れされた大浅畑や街道沿いの景色に日本の美しさを実感したと書いている。また、日光で滞在した金谷邸にはその内外に日本の牧歌的生活があると絶賛し、 ここに丸々2週間滞在して、日光東照宮をはじめ、日光の継承地を、家主、金谷善一郎及び通訳の伊藤と共に探訪する。日光滞在10日目には、奥日光を訪れるが、梅雨時の豊かな水と日光に育まれた、植生、苔、シダ、木々の深緑と、鮮やかに咲く花々が、中禅寺湖、南大山、華厳滝、龍洲滝、 戦場が原、湯滝、湯本港を彩る様を活発に描写し、絶賛している。街道の終点である湯本温泉にも大変な関心を示し、当時場を訪れている当時客の様子をつまびらかに記している。またその宿屋の大変清潔である様を、誇りまみれの人間ではなく妖精が似合う宿であると、形容し、一泊した上で、金谷邸の木戸に着く。6月26日からは、 下野街道、三王峠を越えて、会津地方に入って、南会津町川島に宿泊、その後も下野街道を北上して、大内塾に宿泊する。ここから、市川峠を北上、高田塾を越えて、坂下塾に泊まるが、持病が悪化したせいか詳細は書かれていない。坂下宿からは、精神して、田松峠を越え、野沢宿を通り社峠に二泊して、 新潟に向かっている。山形県南陽市の赤木温泉の当時風景に強い関心を示し、追いたま地方をエデンのその都市、その風景を東洋のアルカディアと表した。1889年観光の別の本で描かれたアイヌ民族の男性。日本奥地気候では当時の日本をこう書いている。私はそれから奥地や江戸を1200マイルにわたって、 旅をしたが、全く安全でしかも心配もなかった。世界中で日本ほど夫人が危険にも無作法な目にも合わず、全く安全に旅行できる国はないと信じている。他には、新潟を美しい繁華な街としつつも、県庁、裁判所、学校、銀行などが大胆でよく目立つ味気ないとしたり、湯沢を特に嫌な感じのする街であると記したり、また、黒井の上中野を 美しいと絶賛したりしている。他方、日本人は西洋の服装をするととても小さく見える。どの服も合わない。日本人の惨めな体格、へこんだ胸部、ガニマダーシという国民的欠陥を一層ひどくさせるだけである。また、日本人の黄色い皮膚、馬のような硬い髪、弱々しいまぶた、細長い目、尻下がりの眉毛、平べたい鼻、へこんだ胸、 猛虎系の方が出た顔形、ちっぽけな体格、男たちのヨロヨロした歩きつき、女たちのよちよちした歩きぶりなど、一般に日本人の姿を見て感じるのは堕落しているという印象である。と日本人の人種的外観について記している。なおアイヌ人については、未開人の中で最もどうも嘘であるが、話すと明るい微笑に溢れると書いている。他にも、 小沢と坂江さんの集落について、やばきさの極みと表し、彼らは礼儀正しく、優しくて勤勉で、ひどい罪悪を犯すようなことは、全くない。しかし、私が、日本人と話を交わしたり、いろいろ多くのものを見た結果として、彼らの基本道徳の水準は、非常に低いものであり、生活は誠実でもなければ誠順でもない、と、判断せざるを得ないと阿賀野側の津川で書くなど、 当時の日本の観村における貧民の生活について、肯定的な側面と否定的な側面双方を多面的に記述している。なお、現代の阿賀野川では、イザベラ・バード号と命名された観光船が運航されている。最初の朝鮮訪問は1894年。以降3年のうちに、バードは4度にわたり、朝鮮各地を旅し、朝鮮気候を記した。朝鮮気候は、 国際情勢に翻弄される李氏朝鮮の不穏な、正常、伝統的封建的伝統、文化など、バードが直に見聞きした朝鮮の情勢を伝える。筆者の再利な観察眼と朝鮮の資料としての評価により、1925年に日本国内でも省略され、30年前の朝鮮の署名で出版された。ありがとうございます。